前田高行前田高行教法6年9月14日は、加賀藩大年寄り、輝か前田津島守屋第7代当主。父は、加賀藩年寄前田皇帝。兄弟は、前田高和、尾畑長時、前田孝根。子は、前田高助、村井長健、前田高志氏、前田高志見る、三条西幸福室、奥村恩良室。 陽名は一万章。通称は四十郎、津島。官位は十五位下、三作守。意味名は行行とも。漢文三年、皇帝の子として生まれる。漢文十年、八歳で藩主、前田綱則におまみする。天羅三年、二十一歳の時に、しむしる三千国をたまわり出資した。元六十年、東皇帝の隠居により、 家徳と二万千国の事業を相続する。若年より、年より見習い、大年より、一持ち組頭を歴任する。法永元年、十五位下、三作守るに助任する。聖徳元年、抗議御用、金沢城代を兼任する。教法六年九月十四日没。教年五十九。戒名は長所因伝前作修四十五位。下法残元こと武器大古事。家徳は、 着南公子が相続し、末尾の公見るは2500国の文字を受け分けした。聖徳四年、娘の誠は藩主公期の幼女として、三条西君吉に嫁いだ。幸福は、教皇十六年から武家天送を務め、原文五年には大納言に除された。輝か、殿様たちの末裔藩主支えた絆球団尺家の誇りは、今も、 月刊北国アクタス2014年8月号、ありがとうございます。